大学入学入共通テスト情報試作問題今回は問い8の B のネットワークに関する問題を続きを解いていきたいと思いますまずこちらの問題は DNS に関する知識が必要になりますので以前の動画で FQDN ドメイン情報について説明している動画がありますのでまずはそちらの方をご覧ください FQDN 完全就職ドメインについて説明していきます まず FQDN というところは、ドメイン名とホスト名をつなげた文字列のことになります。では、このドメイン名とホスト名、それぞれどういう意味かというところを説明していきます。ドメイン名は、インターネット上の住所の役割で、例えば、突破口 .com の場合は、この突破口 .com というのがドメイン名になります。 こちらの方はお金を出してドメインを購入しているような感じになりますそしてホスト名の方はネットワーク上のコンピューターを識別する名前になりますこの突破口ドットコムのネットワークの中にいろんなサーバーがあって例えばウェブサーバーだったら www メールサーバーだったらメール その他のサーバーの sv01 などのコンピューター名を付けることができます。そして、突破口ドットコムのホームページにアクセスする場合、https コロンスラッシュスラッシュ突破口 .com すらなんとかというふうに入れます。ここでは www は省略していますけど、このように www. 突破校 .com と入れても同じようにアクセスできます。 では、URL についてもう少し詳しく見ていきましょうこの https の部分をスキーマと言います https の他に http とか ftp ファイルメールトゥなどがあったりしますそして w w w t o p a c a c o m というところはホスト名プラスドメイン名になるので fqdn 完全就職ドメインとも言います。突破口 .com だけを切り出した部分がドメイン名になります。そしてその後のすら sc すら index.html というところはリソースのパスになります。そしてドメイン名というところは階層構造で成り立っています。一番最後、ドットを区切りとして一番最後の部分から読むような感じになります。こちらの com の部分は トップレベルドメインになります COJP だったりしたら JP の部分がトップレベルドメインになってその前の突破口の部分が第2レベルドメインセカンドレベルドメインとも言いますそして WWW の部分が第3レベルドメインサードレベルドメインとも言いますでは今話した知識をもとに問題の方を解いていきましょう本文を読んでいきます M さんは昨年から英語版のページを作ったことから日本以外の国からの質問や感想などが書き込まれることが多くなったと感じていた。そこで約5000件のデータをさらに分析してどの国からアクセスされているかを調べることにした。 まず、この約5000件のデータのアクセス元の IP アドレスから何とかサーバーを利用してトップデベルドメインを調べることにしたというところで、まず、アクセス元の IP アドレスから何を利用して、 国を求めることができたのか、トップレベルドメインを調べることで国を特定できたのかというところを解説していきます。具体的な例ですけど、例えば IT 用語動画辞典にこちらアクセス元の IP アドレスがあります。こちらはあまり公開したらいけない情報なので一部はマスキングしておきます。そして、このアクセス元の IP アドレスを元にどの国のアクセスかというところを特定できる場合があります。 Windows だったらコマンドプロンクトを立ち上げて nslookup スペースでこのアクセス元の IP アドレスを入れて Enter を押すと名前解決ができます IP アドレスからドメイン情報を求めていますそうすると最後が nejp と出ていて先ほど説明したように最後のこの jp はトップレベルドメインを表しています ここは JP はジャパンの略で日本からのアクセスというところがわかります。逆にドメインから IP アドレスを求めたい場合というところは整備機と言いますけど、例えば Yahoo!COJP のドメインに対する IP アドレスを求めたい場合は NSLookupYahoo!COJP と入れてあげるとこちらの対応する IP アドレスが出てきます。そして これを管理しているサーバーが何かといったら DNS サーバーになります。ですので、O の当てはまる答えとしては、2の DNS。DNS サーバーは IP アドレスとドメイン情報をセットで管理するサーバーになります。整備機という用語は、 ドメインの情報から IP アドレスを取得すること。役引きは IP アドレスからドメイン情報を取得することになります。今回トップレベルドメインがいくつかありますけど、この JP は先ほど説明したように日本のドメインになります。.com は企業などの商用ドメインとして利用される場合が多いです。国には依存してません。TW は台湾のことになります。KR はコリア。 というところで ORG は組織団体のことになって国には依存していませんでは問い2を確認していきましょう図1からわかるアクセス元についての説明について最も適当なものを選べでは回答群を確認していきましょう0国内からのアクセスが最も多く続いて欧州からのアクセス台湾などアジア国からのアクセスも見られるというところで ここからわかるのは台湾と韓国のアジア圏なので欧州からのアクセスというところは具体的にわかりませんもしかしたらこのドットコムの中に欧州からのアクセスがあるかもしれないんですけどそこまでは読み取れません次に一番の国内からのアクセスが最も多くというところは JP 日本からのアクセスが最も多いのでいいんですけど次でアメリカからのアクセス 台湾などアジア国からのアクセスも見られるというところはいいんですけど、アメリカからのアクセスというところは具体的にわからないので、こちらの方は不正解になります。2番の国内からのアクセスが最も多く、台湾などアジア国からのアクセスも見られる。アメリカからの接続数についてはわからないというところで、台湾、韓国が出ていますので、こちらの方は 当てはまります。そしてドットコムの中にアメリカがあるかもしれないんですけど、そちらの方はわからないというところで2番が正解になります。3番の国内の個人からのアクセスが最も多く、次いで企業組織、台湾などアジア国が続いているというところで、こちら国内の個人からというところまでは把握できないので、こちらの方は不正解になります。問い 河線 C のトップレベルドメインについての記述のうち正しいものを一つ選べというところでこちらの方は知識問題になりますので正解の方を覚えておきましょう正解は3番のトップレベルドメインは全世界的に厳重に管理されているというところを覚えておきましょう以上になります